どうもこんにちは、たかしです。今日はまたね、買い物をしてしまいました。これ、実はソニーストアさんでお買い物させていただいたんですが、FE100-400 の GM です。わー、そう、実はね、仕事で結構ね、望遠レンズっていうのが必要な場面があったんですけど、実はね、今まで標準24-70のスーパー 35mm とね、あとデジタルズームとかで無理やりね、なんとかくぐり抜けてきたところがあったんですが、やっぱりね、お客さんのところに届くこの写真っていうのもね、クオリティを高めたいかなと思いましたので、この度購入しました。でね、ちょっと今回特殊な買い方をしまして、ソニーストアさんで分割払いで購入をしてみようかなと。そうで、結局会社とかでね、高額なものを買うと、毎月毎月こう、なんていうのかな、経費にできる額っていうのが決まっていて、でその額ずつしか経費にできないんです。例えばこれ24万円ぐらいしたんですけど、それを一括で経費で落とすことができないので、まあ、分割払いとかっていうのも悪くないのかなというところで、分割払いを選択して、12回払いかな、2万円とちょっとを、12回払うという形で契約をしてみました。でね、早速なんですが、これ届いたのでちょっと開封をしていきたいと思います。いきます。このね、ソニーさんの、よいしょ、テープってなんかかっこいいっすよね、この灰色の、よいしょ、ご購入明細書兼納品書ということで、分割払い手数料24回、対象モデル24回で買ってますね。12回じゃなかったですね。長期保証5年ベーシック、1とで、残価設定クレジット対象モデル、残価設定クレジットで数料 0%、アルファ安心プログラム、ご案内チラシ、ズームレンズ100-400F4-5.6GM ということで、この納品書が入ってました。はい。重要、大切な情報ですので、商品開封前に必ずお呼びくださいということで、まあ、修理とか保証とかの書かれている紙です。そして、こういう緩衝材に、で、じゃーん、来ましたね。ちゃんとビニールに入ってますね。もう最近ずっと雨だったんで、こういった配慮もすごく嬉しいです。あ、いいね。そう、よくね、量販店さんとか価格 .com さんで買うと、結構このね、箱が傷だらけになってしまっているケースって多いんですけど、やっぱね、ソニーさんからの直だと綺麗ですね。うん、傷が一つないです。うん、はあ、来たー。はい。で、あとは、よいしょ、アルファ安心プログラムのチラシ。自分ね、プロサポートに入ってるんで、安心プログラムには加入していないんですけれども、まあ、一般の方にはこの安心プログラムってすごいお得な制度かなと思います。うん、そう、長期保証とかね、まあ、そのワイドと、まあ、普通のものがあるんですけど、ベーシックとワイドがあるんですけど、両方ともね、割引がかかったりとか、3年は無料になったりするので、このソニーストアさんのお買い物をするときはもう本当すごい便利なんですよね、というものです。じゃん。あと点検サービス 50% オフ、アルファアカデミー受講料 10% オフ、ストア下取りサービス 5% 増額、いろいろあるみたいです。はい、はい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 、じゃん、ついに開けます。お、またね、よいしょ、はい、この黒いバッグに包んで、あー、いいですね、よいし
とかな、どんななってるかな。でこの黒いバッグ用のベルト、バッグケースか、そしてよいしょ、で100、400GM、 うん、あ、なかなか重量感はありますね。でも100、400で考えるとこんなもんなんだっていう感じですね。うん、いいね、高級感ありますね。F とあとフォーカスのところね、フルなのか3メートルから無限大なのか、あとは、手ブレ補正でモードが1、2とついてるんです。でこれ1、2って何が違うかな、このよいしょ、ズームをクリクリとピントリングで、ここにスムースとね、タイトっていうのがありまして、今スムースに入ってるんですけど、これをタイトにすると、もう一回スムースにして、タイトにして、あー、このズームがね、このタイトとスムースで切り替えられるようになっていて、うん、重くなっというのかな、こうちっちゃな動作ができるように少し固めの設定になるのがタイトっていう感じなのかな。うん、もうちょっとカメラにつけると分かりやすくなるのかなと思いますが、でこの三脚座がついてるので、疲れちゃうような撮影はやっぱり一脚をかましていった方が楽なのかな。で、よいしょ、このかっこいい白フードですよ。実はね、僕は白レンズっていうのは初めてになります。で、昔ズームを使って撮影をしてたことがあったんですけど、それもニコンさんの、70-200 の 2.8 を使ってたので白くなかったんですよ。このね、白っていうのは高級感がやっぱありますね。うん、あ、なんかここに窓がついてる。何これ、何使うんだろう、なんだろうね、これ光を入れるのかな、あえて。難しいねへー、こんなものがついてるんですね。で、しまうときはこうなる。で、箱の中にはよいしょ、説明書と保証書が入っている。でね、皆さんね、レンズ買ったらできるだけね、箱と付属品は取っとくようにしましょうね。売るときに全然価格が変わってくることが多いんで。はい、というわけで、本日はこの GM のね、100、400というものの開封レビューをさせていただきました。いいね、もう本当、なんだろう、そんなに重すぎず、うん、例えるんだったら普通のカメラの70-200 の 2.8 より重いか軽いかぐらいの重さで100、400を作っているっていうような感覚なのかな。うん、やっぱりね、ミラーレスになってからこの軽さっていうのがもう絶対的なアドバンテージだし、一眼レフとの大きな違いになってくるので、今後ね、もうこういった軽さっていうところに焦点を合わせた GM のレンズっていうのがどんどん出てくるんじゃないかなと思うので、正直個人的には楽しみにしてます。70-200 は今回買わなかったんですけど、次のモデルがもし出ることになったらね、すごく軽くいいものになるんじゃないかなと思うんで、この100、400と合わせてね、そっちを使っていければ理想かなと思ってます。ということで本日はありがとうございました。バイバイ。